まあ、というわけでございましてね、なんとあのシティハンター2が劇場映画にもなってしまったんですね。そこでアフレコ終了後のスタジオに今日は素晴らしいお二方をお招きしております。まずご紹介します。シティハンター生みの親原作者の北条司先生です。それから、こちらはシティハンター2およびシティハンターの生みの親、アニメの方の親と言っていいんじゃないかと思いますけれども、監督の児玉健二さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて、北条先生から見てそのりょうちゃんの魅力というか、りょうちゃんのどういうところが好きなんですか？やっぱりあの想像でするスケベさ加減でしょうね。あれだけスケベを表面に出されたら本当に人間幸せでしょうね。そうだよね。思いません？でなおかつね、やっぱりそれがそのあまり非難されないっていうのがいいですよね。なぜなんでしょう。そこがりょうの確率でしょうね。僕らがやったらもう張り倒されますよね。そうですよ。さて、あの児玉監督、はい、児玉監督から見たそのりょうちゃんの魅力っていうのは。いや、僕もやっぱりもっこりだと思いますね。もうこれがなければ最後のハードボイルドも引き立たないし、もうもっこりをいかにまあみんなが呆れるほどやるかと、この辺にまあ全て比重を置いて作ってますね。しかし、あの彼はですね、そういう風な自分をさらけ出してもちっとも憎まれないんですよね。そうですね。あの辺が不思議ですね。羨ましいと思うんですけれども。僕らなんかも作っていて本人も不思議に思ってますね。ねえ、いや、ああいうキャラクターがね、誰にでも当てはまるんならば、僕はだって現実に声入れてるわけですから、今すぐにでも外出て同じことやりたいと思うんだけど、それはまあ不可能に近いですしね。酷なキャラクターですね。しかしそういうキャラクターをよく生み出しましたよね。願望じゃないですか、やっぱ。そうですね。まあ、あの男の中にはですね、もう取りも直さずそういう願望っていうのは渦巻いているわけですね。それがですね、この原作、それからアニメーションの方の監督、さらに声優と思いが一つになったあのキャラクターをこう息づかせているわけですよね。まあしかしですね、あの原作の方も200回を越しまして、もうますますこれからね、やっぱり300回、400回、500回ともう金字塔を打ち立てていってほしいってやっぱり思いますね。いつまでもやっぱり僕なんかはね、あのキャラクターにはこう生き残ってほしい。やっぱ男の一つの理想ですからね。本当そうですね。頑張ってくださいよ、本当に。はい。だけれども、あの今回のこの劇場版本当に期待できますからね。金子美香さん頑張ってますね。私たち役者の方もガンガン頑張ってるんですよ。では、まず最初に野上斉人役の浅上陽子です。寮にいつももっこり一発わっけと言っている私ですけれども、映画の方でもあと 2,3 発まとめて払うからなどと言っております。ここだけの話見てくださいね。こんにちは、小山真美です。シティハンターではファルコンのパートナーミキをやっております。私このシティハンターはテレビ番組の後半戦から登場したんですけれども、大ファンになってしまいました。私が面白いんだから、大人が結構こう楽しめる番組かなと思ったら、とんでもない番組だったんですね。私の姪っ子の小学生はとにかく大ファンで、寮命って言っておりました。私はもちろんファルコン命です。こんにちは、野上麗華の役をやっております高森吉野です。とにかく香織さんの、ライバルとして、頑張って登場してますけれども、実を言うとテレビシリーズでは時々しか出てこないので、もしかしたらあんまりわからない方もいらっしゃるかな。そんなことないですよね。いつも頑張って麗華は飛び回っております。なんだかんだ言って麗華は沙耶香さんのことが、気になってしまうんですよね。時々登場すると沙耶香さんの、頼まれたお仕事を頑張って、毎日やっております。あれじゃーん、海坊主こと伊集院はい、こうやっております源太でしょうです。私がですね、海坊主のそうですね、まあ好きなところって言いますとですね、俺がやるのは地味だ、これがもう好きなんですね。この地味だっていうのがね、まああれだけこうバーンとでっかいことやっていながらですね、好きですね。まあなんかそういったいい気持ちになってその出るとね、家へ帰れると、これが何よりもこの楽しみだと。そういうわけで、今度劇場版もありますんで、これもまたまあバッチリ活躍しますんで、よろしく。お待たせしました、はい、このテレビを見ている人だけに当たる大プレゼントのお知らせですよ。
ドーン。まずはですねこちら、愛と宿命のマグナムサウンドトラック版 CD をドーンと50名にプレゼント。すごい、すごい。高橋真理子さんや金子美香さん、それからおなじみの矢野立美さんなどのノリのいい曲がいっぱい入ってますよ。そうなんですよ。それからねジャケットを見てください。はい、渋いね、まるであのクラシックのですね定番を思わせる雰囲気でございますけどね。本当ですね、なかなか渋いですね。はい、はい、そして極めつけはこちら、愛と宿命のマグナムオリジナルカセットビデオテープ、これをですね、はい、20名の方に。これは劇場版と同じものを、はい、全く同じなんですけれども、